兵士岩。織井が神から授けられた兵士が形を変えたものだと言う。上神大神宮は北海道日山郡江差市町にある神社である。旧社格は剣社。社殿では鎌倉時代の創建と伝える北海道最古の神社とされる。都道国の一宮と称されており、上神大神宮と御祭にて配られる名刺に、その記載があることからもそれが伺える。 呂神大神宮と御祭にて配布される呂神大神宮名詞、アマテラスコーミアメノコ屋根の神、住吉大神を祀る。社殿によれば、憲法4年、エッサ氏の海辺、津花町に創建されたと伝える。その頃、津花の浜に、折井様と呼ばれる老婆が世を結んでいた。彼女には、予知能力があり、天気や病気の流行を予言しては周囲に伝えるので、 村の衆から何かと大事にされていた。さて、ある年の春先のこと、折井は、上島から光が発せられているのを見て驚き、光の源を訪ねて、島に渡った。島には、おじがおり、この中の水を海にまくと、ニシンという魚が群れになってやってくると、彼女に兵士を授けた。その兵士を持ち帰り、中の水を海にまいたところ、 話にたがわず二神の大軍が押し寄せ、村は豊漁に沸き立った。ところが、村人が礼をしようと檻を尋ねたところ、彼女はいつの間にか姿を消していた。そこで、異様に残されていた心臓を、上髪として祀ったのが、当社の始まりという、昇法元年に現在地に遷座した。当地を治めた正木藩主松前氏からも数計を受け、旧大藩主の道広は、 幸福公エビスの変額を奉納した。やがて、江戸時代中期になると、北海道近海に、ロシア船が姿を現すようになった。完成11年、幕府の命で、江戸地を巡視していた、モガミ内は、変額の、アナエビスを、紅エビスと読み誤り、その報告を受けた幕府は、ロシア人と密通していたのではないかとの疑いをかけ、正木藩は、取り潰しの危機となった。 後の調査で、崩し文字のため、穴がくれないに見えてしまったということが判明し、藩の取り潰しは回避された。しかし、道広は変額を現在の公民殿に取り替えた。文化十四年、朝廷から小一くらいの深海が授けられた。毎年、8月9日、10日、11日に、馬上,上大神宮と漁祭が開催され、全国から観光客が集まる。 神社の起源がアイヌ時代の伝承が元になっているという説がある。江差に住んでいたアイヌの老夫婦が食べるものがなく困っていると神のお告げがあった。これに従って収集で海をかき回すと白波が盛り上がって二神の軍来を得た。おじを祀ったのがカモメ島のエビス堂で老婆を祀ったのが馬神大神宮であるとする。現在の馬神大神宮境内にある おりいは、後にウバガミを祀ったものであるというが、餌市町、つばな町には、もともとのおりいがあったと伝わる場所も残されていて、鳥居が建てられた境内には、囲われたおりさんの井戸が残され、つばな町と、ウバガミ町の町内会の有志によってその場所が、現在も守られている。また、ウバガミ大神宮と漁祭において、出し関係者の参拝や切子への奉納なども、 行われることがある。ありがとうございます。